ミステリーハウスミステリーハウスとは1980年代に登場したアドベンチャーゲームのタイトル。日本では同名の日本のソフトが存在する。1980年アメリカのシエラオンラインからアップル e 通用に発売されたソフト。世界初のグラフィックアドベンチャーゲーム。日本では1983年にスタークラフトから FM-7 などの機種への和薬移植版が発売。1982年、日本でマイクロキャビンから MZ-2000 用に発売されたソフト。関わりが深いため、本項目では両方について記述する。1970年代にも多数制作されていたアドベンチャーゲームと呼ばれるジャンルのソフトは、その全てが文章のみで作中の状況を描写するという。 表現方法をとっていた。今となってはアドベンチャーゲームで当たり前の手法である文章と画像を用いての表現を最初に行ったのが1980年に登場したミステリーハウスである。シエラオンラインのミステリーハウスの登場によってそれまでアドベンチャーゲームと呼ばれていたものはテキストアドベンチャーとグラフィックアドベンチャーの2種に大別されるようになる。 これについて詳しくは、アドベンチャーゲームグラフィックアドベンチャーの登場を参照。シエラ版メガヘルツはそうしてアメリカで大ヒットを飛ばしたが、当初は日本では発売されず、知名度が低かった。1982年、マイクロキャビンがミステリーハウスと題した同名のソフトを発売し、シエラ版同様にヒット作となる。 日本のコンピューターゲーム史上ではこのマイクロキャビン版ミステリーハウスが初のグラフィックアドベンチャーであると言える。マイクロキャビン版メガヘルツはタイトルとジャンル以外に内容の面でも謎めいた館の中を探索しどこかに隠されている宝石を発見して脱出するというシエラ版メガヘルツとの類似がある。このマイクロキャビン版メガヘルツの存在を知った シエラオンライン社は当然良い感情は持たなかった。しかしその販売自体にストップをかける方法はなく、日本のスタークラフトから正式に移植版を出して対抗するという策が取られることとなる。結果として日本ではミステリーハウスという全く同じ名のアドベンチャーゲームが2本存在するということになった。日本では先に流通に乗った。 マイクロキャビン版メガヘルツの方が知名度が高いが、日本以外ではほぼシエラ版メガヘルツのみが知られている。どちらの作品でも行いたい動作とそれに対応する動詞を入力してゲームを進めていく。状況によって必要な場合には目的語を入力することもある。主人公を含め全部で8人の男女が謎の館に招かれた。その館のリビングで見つかったノートには、 館のどこかに宝石が隠されていること、そしてそれは発見者のものだということが書かれていた。それを見て八人は我先にと宝石を探し始めるが、その中の一人が絶対に自分が宝石を手に入れるために他の七人の殺害を企てた。殺人者の手から身を守り、宝石を見つけ出して、館を出ることができればゲームクリアー。本作の一人数人が、 順番に殺されていくというあらすじは、アガサクリスティの推理小説、そして誰もいなくなったにインスピレーションを得て、創作された。また、館にいる全員が容疑者というゲームシステムは、クルードという推理ボードゲームが、ベースになっている。シエラオンラインの出してイレゾアドベンチャーシリーズの第一弾ソフトである。スタークラフトによる日本版では、作中のテキストのみならず、 プレイヤーが入力するコマンドも日本語化されている。ただし部屋を移動するためのコマンドがドアエクであるなどあまり滑らかな翻訳ではない。アップル通版のミステリーハウスは1987年にシエラオンラインの創業7周年を記念して作者自身よりパブリックドメインとして一般公開された。謎の館に入る主人公。館に落ちていたメモには お金が隠されていると書いてある。様々な仕掛けが施された館の中に隠された宝石を探し出すことができればゲームクリア。競争者はおらず、主人公は一人で館を探索する。ちなみにメモの文面では隠されているのはお金であるとなっているが、実際に主人公が見つけるのは現金ではなくダイヤモンドである。なお、f m 七番など一部機種では、 金の延べ棒とダイヤモンドがランダムに選ばれる。日本産のソフトなので当然作中のテキストは日本語だが、プレイヤーが入力するコマンドは英単語である。例えば、画面上の扉を開けるときには以下のようになる。また、主人公の向きを変えるときには向きたい方位の頭文字を入力する。続編であるミステリーハウスにや、その続編とも言えるワリーもあり、 またそれらと区別するためにミステリーハウス1と呼ばれることもある。学習漫画、こんにちはマイコンではパソコンで遊べる斬新なゲームとして本作が取り上げられた。宝ー、クルード商品情報出展、ハッカーズ。ありがとうございます。